合唱と還元楽のための3つのロシアの歌作品41はセルゲイ・ラフマニノフが1926年に作曲した作品である。ラフマニノフが作曲した還元楽伴奏付きの合唱曲は他にカンタータ、ハル作品20と合唱公共曲、カネ作品35しかない。なお、題名については3つのロシア民謡と訳す場合がある。各曲は 三つの伝統的な民謡に由来する。全曲上演するのに15分ほどを要する。女性合唱はアルトのみ、男性合唱はバスのみが採用されており、どちらもほとんどユニゾンで歌う。楽器編成は次の通り。ピッコロ1、フルート2、オーボエ2、イングリッシュホルン1、クラリネット2、バスクラリネット1、ファゴット2、コントラファゴット1、ホルン4、トランペット3。 トロンボーン2、バストロンボーン1、チューバ1、ティンパニー、チューブラーベル、打楽器群、ハープ、ピアノ、弦楽5部。厚めの編成だが、すべての楽器が同時に出揃う場面は稀である。1927年3月18日に、レオポルド・ストコフスキーが、フィラデルフィア管弦楽団とトロント・メンデルゾーン、合唱団を指揮して、世界初演を行った。 作品は初演者のストコフスキーに検定された。本作の初演は、作曲者を独奏者に迎えて、ピアノ競争曲第4番と単調の世界初演と、抱き合わせで行われた。ロシアの3つの歌は、評論家に、好意的に迎えられたが、競争曲はそれほどでもなかった。翌19日の再演においても、また3月22日のニューヨーク初演でも、同じ組み合わせで上演されたが、 評論家の反応はいずれも似たり、よったりだった。どうやら、最初の3つの上演では、地元のロシア正教会の司祭が上演に参加した、らしい。というのも彼らは、ラフマニノフが要求している、重低音を出すことができたからである。指揮者のイーゴリブケトフは、当時11歳で父親に連れられて、リハーサルに立ち会った時のことを回想している。 ブケトフの父親は、司祭で、ラフマニノフの友人であり、バッソプロフォンドの音域を出せる同僚を探し出してくれるようにラフマニノフに頼まれたのだった。ストコフスキーは終局を、ラフマニノフの好みとは逆に、ひどく早く解釈して、しかも作曲者の指示に従おうとはしなかった。長じで、ブケトフ自身が、ジュリアード音楽学校の合唱指揮者に就任して、三つの ロシアの歌を取り上げた際に、ラフマニノフに厳密にどのようなテンポを思い描いていたのか、助言してくれるように願い出ている。三つのロシアの歌は、たびたび録音されており、ストコフスキーやブケトフの他に、アレクサンドル・ガウクや、レナード・スラットキン、エフゲニー・スベトラーノフ、シャルル・デュトは、ウラジミール・アシュケナージが取り上げている。また、バレエ音楽に転用されたこともある。 ありがとうございます。